理解を取る授業なので、うまく嘘をついたのが褒められます。ちょっと大変です。集中して、あと仲間と助け合って頑張ってやってください。この二人とミッチーで転校生。親父を買い抜けない。面白いセリフ書いたら他の人がなんでやねんって突っ込まない。ボケるっていうのは頭に入っていたんですけど、突っ込むっていうのがなかったので、それはもうなるほどなって思います。